延山ミリ波干渉系のアンテナ群。画面右、最もカメラに近い一台を利用している。太陽系地球型惑星大気管視望遠鏡とは、大阪府立大学が運用する電波望遠鏡。略称はスパート。延山宇宙電波観測所が運用していた、延山ミリ波干渉系を構成する合計10メートルアンテナのうちの一台を転用し、 太陽系内の地球型惑星の大気観測を目的とする。また同観測所内に設置されている OPE1.85 メートル電波望遠鏡と共に日本初の 230GHz 対 VLBI 観測実験に用いられ成功した。太陽系外惑星の大気環境や生命を探る研究において、 最も身近な太陽系内惑星の大気を研究することは重要な位置を占める。そのうち低層、高層大気については探査機や可視光、紫外線、赤外線、中性子線といった手段で比較的調査が進んでいるが、その間をつなぐ中層大気についてはあまり進んでいない。中層大気の観測においてはミリ波やサブミリ波といった電波領域での観測が有効だが、 これらを観測可能な電波望遠鏡は需要が多く観測時間は割当て制で国一国と変化する中層大気の様子を定量的に捉えたり太陽活動と照らし合わせるなどするには全く不十分であった。そこで2011年6月に運用を終了した延山ミリ波干渉系を構成する6台の10メートルパラボラアンテナのうち 追加建造され最も経年が浅かった f 号機を干渉系から切り離して単一強化し、惑星大気観測専用の電波望遠鏡として利活用したのが本望遠鏡である。転用にあたっては新たに SIS 素子を用いた高感度、高性能の 110GHz 対受信機を製作し、最新の高速フーリエへ変換デジタル分光系を導入、各部の安定化や、 雑音の除去、観測データを処理する計算機のリプレースが行われた。同年11月から運用を開始し、金星などの大気を持つ太陽系内の地球型惑星の大気監視を行っている。2015年4月、本望遠鏡トープ1.85メートル電波望遠鏡を使用して日本初となる 230GHz 対 VLBI 観測実験が行われ、成功した。 これは、大阪府立大学と山口大学、国立天文台、宇宙科学研究所、情報通信研究機構、茨城大学、京都大学の共同プロジェクトだった。従来の国内 VLBI 観測の実績周波数は 86GHz 程度までであり、VLBI による高解像度観測が可能な周波数を一気に押し上げる成果となった。特筆な機種点はによる。 abc 研究内容詳細大阪府立大学宇宙物理学研究室二千二十年十一月二十二日閲覧本学の電波望遠鏡による日本初の二百三十ギガヘルツ電波干渉系実験観測に成功ニュース大阪府立大学大阪府立大学二千二十年十一月二十二日閲覧日本初十ギガヘルツ台 VLBI 実験に成功。将来のブラックホール観測に向け、一歩前進、国立大学法人山口大学。山口大学。2020年11月22日閲覧。ありがとうございます。